洞窟キング、マルマインが隠れ、椿は心配で眠れないのですが。そうですか。コギトに教えてもらった話によると、プレートは残り3枚だ。ふんふんふん。残り3枚。じゃあ次どうしよっかな。まずさ、あれは？まだ大発生は。発生してない？あれ、おらんくなっとる。ってことは、若干進んだけん、また他。これは大発生ではないよね。違うよね。よしよし。この今捕まえたポケモンは普通に使えるやつ？レベル70もあったんや。普通に、あれなんや。私の手元に入るんや。今のポケモン。ヒードラン。そんな名前だったんですね。とりあえず一旦村に帰ろう。村に戻ります。さあ、そして、おらんね。いないっすね。これは外か？なんかその辺に、おるっぽい？外っぽいかな？おめえかよ。おめえかよ。待って、ちょっと違うやつ行こう。これなんやろ。なんかこっちの訓練所の方に。戦闘かな？戦闘っぽい気がするな。ではもう。弱いな。警備隊には面白いやつ。いわゆる隠し玉がいるんだ。ちょいとしたポケモン勝負の達人でね。今からうちの隠し玉と手合わせを頼めるかい？めっちゃ強いかな。ぜひ。サブ任務104、警備隊の隠し玉との勝負。ちょいと待ってな。聞きましたよ。なになに？あ、この人？達人同士の試合になりますね。隠し玉とされている方は親分にも勝つそうです。ほう。じゃあその人がやってくれたらよかったんじゃないかな、全部。あ、この人じゃないんよね、しかも。誰？準備ができたよ。ついてきな。ここで試合するんじゃないの？せっかく場所が整っとるのに。外に行くの？この人？めっちゃキョトンとしてるけど、面白いやつってのはデンスケさ。ペリーラ隊長、自分はただの門番です。この人前にあれよね、バリアードのことで言ってきた人よね。ですが、この表門の前であれば、無敵でありたいものです。強いんすか。3匹。警備隊のデンスケが勝負を仕掛けてきた。かわいいけど。何？めちゃくちゃレベルが高いとか？なんか、かわいいポケモンを極めとる系の人？うわ、レベル高え。普通にレベル高え。待って。ゴーリキーで行くか。いっけー、ゴーリキー。めっちゃ怖いんですけど。なんかすごいダメージを受けた。インファイト。叩きのめせ。よしよしよし。さあ、あと2匹。次は誰？また可愛い系？コリンク、可愛い。可愛い。技も可愛い。じゃあ次。ドダイトスで行くか。ここなら向こうも効果抜群にはならんやろう。待って、炎の牙とか覚えてんすか？それはちょっと把握してない。ぶちかましい。技の名前がうつそうやね。どういう風に思いつきよんやろ。よし、あと1匹。なんか普通にいけそう。ムックル。マジでさ、可愛いポケモンめっちゃ極めるやん。超極める。待って、2回連続とか、やられた。クソ、1匹やられたよ。待って、次。
雪の王で行くか。飛行タイプって氷効くんや。いや、マジでさ、私、ポケモン一作目からやりよるけど、全然ね、そういうタイプとかの把握ができてないんよね。炎には水とか、それぐらいならわかるんやけど。よしよしよし、もっと手こずるんかと思ったけど、全然大丈夫やった。ふぅ、やっぱね、クリア後のストーリーやけんさ、何でもかんでもめちゃくちゃ難しいんじゃないかと思ってしまうよね。突破されましたか。門番として守りには自信があったが。よし。さすがの一言よ。調査隊として、寿村の外で多くのポケモンたちと戦って、身につけた強さをひしひしと感じたね。門番としての最初の仕事は、侵入しようとしたビッパの捕獲。それから村に入ろうとするポケモンを何匹も何匹も退け、時にはうっかり侵入を許し怒られたり。侵入許すことあるんや。あるいは仲間にして気がつけばそこそこ強くなっていたが、それもこれも、みんなが帰る場所を守りたいだけ。だって門番だからな。うん。いい心がけだね。そんな自分から一言。外に出るときは気をつけてな。それでは門番の仕事に戻るよ。サブ任務104、警備隊の隠し玉との勝負達成。まあ確かに警備の人が弱かったらいかんよね。うんうん。さあ、それじゃあ。あれか？もう一ポケモンの大量発生だって。待って、この辺あれか？プレートのやつかな？任務。じゃ、ここ行くか。迎撃の戦場のプレート。じゃ、こっち行くね。天眼の山麓。よし。天眼の山麓。行きます。遠いな。あ、もうここ行けるやんね。直接。これも多分、君は話しかけるタイプか。あえて尋ねるが、あなたはクレセリアなるポケモンを存じていたりするのかい？ いえ。まあ、珍しいポケモンだからね。知らなくても気にすることはないのよ。クレセリアは三日月の化身とも呼ばれるポケモン。その羽は三日月の羽といって、持って寝ると素晴らしい夢を見ることができると伝えられているの。ふんふん。そのクレセリアなるポケモン。迎撃の戦場に舞い降りたため、戦場じゃなかった。洞窟キング、マルマインが隠れ、椿は心配で眠れないのですが。そうですか。あなたならクレセリアを捕まえ、三日月の羽を得られるのでは。マルマインのためにクレセリアを捕まえてくれよ。どういうポケモン？まあ、椿が世話するキング、マルマインの戦場を好むとは、なかなかにわかるポケモンのようだけどね。ずっと困ったような顔してるね。お、もう何？勝手に進んでい、可愛いんやない？どうやろう。ルナーン。いや、でもなんか、微妙。何か現実にかけられそうな感じ。ああ、ほら混乱した。待って待って待って。これは泥団子とか落ちてない？いい、やめてよ。泥団子みたいなのは落ちてないっぽいね。普通にボール投げればいいんかな。いや、でもやっぱこの辺とか使った方がいい。反対になったんかなこれ。あ、うんうんうん、当たりそう。あ、痛い。でもなんやろ、こっちが混乱しとる限りは何もしてこなさそうな感じ。これどうなっとる？いける？あ、いつでも投げれるんや。どう？いける？お、いけた！いけた！あれ？意外にも。アユナはコアモテプレートを手に入れた。コアモテ？悪のタイプの石板、あるポケモンに使うと悪の力を得る。コアモテ。なんかあれやね、もはやポケモンのタイプとかそういうことでもないんやね。あらあら、三日月の羽ではなくて何かしらの力を感じる板ですね。三日月の羽がもらえなかったのは、私たちに必要ないという意味かしら。ふん。なかなかの腕前だね。
さすが椿に土をつけたやつ。そのような強者を相手にしてこそ、椿もキングも鍛えられるというもの。まあ、でも、あれやね、やり方はちょっと分かってきた感じやね。なんかひたすら投げつけて、あとボールを最終的に投げて捕まえればいいと。わしは集落のみんなに羽の意味でも解いてきますかね。メイン任務、芸月の戦場のプレート達成。小木田に教えてもらった話によると、プレートは残り2枚だ。2枚か。あ、次、あれやっけ、なんか、喫茶機神殿の方行こうか。なんかこっちさ、3匹おるっぽいけんさ。1匹だけの方行こう。喫茶機神殿のプレート。喫茶機神殿の地下に封じられた巨人が関係している。純白の凍土ね。オッケー。純白の凍土、行きましょう。とりあえず一旦戻るよ。なんかこれ微妙だよね。顔は可愛いし、色味も可愛いんやけど、なんか頭が微妙。頭が微妙。え、レベル何倍やった？また70ぐらい？あ、まあでも可愛いかな。つるっぽいね、なんか。村に戻ります。さあ、純白の凍土に行こう。氷山ベース。必殺神殿って結構上の方やったよね。これか。なるほど。じゃあ一旦ちょっと真珠集落まで。飛んで、あれか。遠いんですけど。遠いんですけど、ちょっとやめてくれんかな。よ。まあ、ある程度ちょっと上の方まで。そんなに上の方でもないな。まあ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 。近づきまして。これあれよね。ゼルダの伝説やったら絶対もうなんかアウトなんやけど。あ、でもこういうちょっとした部分で休憩はできるか。ね、スタミナみたいなのがないけん。いいよね。スタミナとかあったらこんなに伸び伸びと移動できんもんな。なんかどうかポケモンおった今。鳴き声が聞こえてきた。この中か。なんか封じられた巨人がどうたらこうたらって言ったけど。仕掛けですが、石像が何を見ているかが、あ、そっか、ここか。え、またあれ解かんといかん感じ？もうめんどくさいの嫌なんやけど。え、もうそのまんまいける？むしろいけてくれ。開いとるかな。え、待って、どこ？え、いけんのやないん、これ、もしかして。え、これまた解かんとい、あ、いや、いけるか。いや、いける、な、多分。え、前までって、なんかこの階段が閉じられとったんやっけ。あれ？いける？いけない？え、でもなんかストーリー始まったけん、いけるか。毎回毎回解かんといかんとかやったら嫌になるよね。お、アイナ、どうしたこんなところで。どうもどうも。喫茶機神殿の秘密探りに来たんじゃないの？わさびの千里眼だとそうだよ。アイナは不思議な出来事に巻き込まれやすいんだよな。いいか？扉の奥に眠るのは南の大地を引っ張ったポケモンだとよ。だけどどんなことをしても扉が絶対に開かないんだよ。やめてって。なに？じゃあどうするの？やめて攻撃するの。あ、アイナの持っている岩石プレート、鋼鉄プレート、つららのプレートが扉に反応した。今までのやつ全部集めんといかんとかいうわけではなかった。一番最初の湖のやつ全然集めてないけど。まあ、でもとりあえずなんか進めるっぽいけん進もう。さっきの二人は先に進んだんかな。どっちですかね、こっちか。急に出てきそうやな。こっちか。あ、どんどん地下に入ってく。
そしてどんどん大量のポケモンに見つかっていく。どこ？あ、こっちか。あ、おったおったみんな。おー、そして、思ったほど巨大ではない。あれ？巨人がどうたらこうたらってやつ。なんだなんだあのでっけえのは。もっとでかいの想像しとったよ、私。ポケモンなんだけど、わさびの千里眼では。うん、ポケモンだよ。私の千里眼で動き出す姿が見えたもの。千里眼便利だな。粘り玉もう私4つしかないんよな。これいきなりいける？いや、まだなんか、お。まだなんか、クエストが発生してない感じのマークが。ず。あれ？ポケモン勝負？野生のレジギガスは調子が上がらない。でも多分あれなんよね。やっつけたらいかんのよね。待って。強力あたりで行く？多分捕まえんと、こいつもプレート出してくれるんやろ？なんかやっつけたらやり直しになりそうな気がするけん。え、でかいな。強力出したらなんかすごいでかく見えるな。なるほど。どうしよう。マッハパンチあたりで。ああ、全然大丈夫。これ、あと、2回いけるかな？ 1 回ぐらいか。やめて！ちょっと一発でやられたんですけど。おいおい。あ、もう抜群のおらんのや。じゃあレベルでいくか、雪の。あ、でも雪の王を出したら雪の王の方が、でかいな。一旦、おお、効果抜群。一旦、ボール使おう。まあ、誰か出しといて、リアルが。出しといて、はい、ボール。なんでここだけ戦闘なんやろ。いや、湖のとこも戦闘じゃないとは限らんけど。お、来た来た！やったー、レジギガスを捕まえた。あ、誰もやられ、え、そっか、一人やられたんやっけ。ゴーリキーやられたな。アユナはまっさらプレートを手に入れた。ノーマルのタイプの石板、あるポケモンに使うとノーマルの力を得る。大地の巨人って感じのごっついポケモンだったよな。調査隊の仕事だね。アユナさんが捕らえたポケモン、どんなポケモンかな。図鑑の完成が楽しみ。あ、俺も学者先生の文章を楽しみにしているからよ。じゃあね、アイナさん。また遊ぼうね。何そのポーズ、可愛いんだけど。でもそうよね、このポケモン、クエストまでクリアせんかったら図鑑埋まらんよね。え、今までのポケモンもそう？まあ、図鑑埋めたことないけんわからんねんけどさ、まず。小木田に教えてもらった話によると、プレーター残り1枚だ。え、3匹すべてを捕まえて、1枚しかくれんの。ケチだなぁ。これさ、めちゃくちゃなんかあの、ドラクエの、になっとるけんさ、めっちゃリレミとか使いたいんやけど、そのまんま、いけるんよね。そのまんま出れるんよね。ワープ。いいね、いいね。リレミともいらんし、ルーラで頭を打つこともないし、ん？そっか、あそこの風船まだクリアしてないんよね。一旦村戻ろ。やっぱみんなレベル70なんやね。あと1枚のために3匹捕まえるのめんどくさいな。ややこしそうだな。でもここに来てめっちゃレベルの高いポケモンいっぱい捕まえれるのいいね。ふぅー。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、まあ、多分大々大発生が発生したっぽい感じやけん、
次回はその大大大発生行ってみるか。全歌手であるんかな、やっぱり。